三、はい、ジェイコムからお届けです。札幌人図鑑。あ、はい、ありがとうございます。<laughs> 皆さん、こんにちは。ちは札幌でご活躍の方をご紹介しております。札幌人図鑑ドットティービー、私案内人の福津京子です。そして、今日のゲストは、映画奇跡の子監督の沼田博光さんです。はい、ええー、沼田、沼田博光です。よろしくお願いいたします。 はいいよろししくお願いします今日はこちらの映画のご紹介と思っているんですけれども札幌の上映がシアター機能で、ね、終わったばっかりということなんですけどこの後道内とか全国とか上映予定がいろいろありますので何ならこれから皆さんの地域にも持っていくかもよっていうことでね。 ぜひ映画のご紹介も兼ねて今日も三つのキーワードでねほりはほり伺っていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。ます今日はこちらになります。じゃーん。じゃーんこんなことになるとはね。テレビと映画はこんなに違う。アクションを起こせるかどうかです。はい、はい。今日この三つのキーワードで伺ってまいります。ますどうぞよろしくお願いします。は,い、はい。じゃあですね。え一つ目でこの映画奇跡のこ、はい、ストーリーとか教えてください。うん、はい。 ああの札幌近郊にあります長沼町が舞台です、はいえー、長沼町に舞鶴舞鶴地区という地域があるんですが、うん、そこの農家さん14人がですね、はい、あのかつてそこにいたであろう丹腸を呼び戻そうという。うんうん 活動を始めまして、はいえー、その活動の初期の頃から取材をして、はいえー、7年間密着。あ、沼田さんってテレビのお仕事もされてますもんね。そうですね。オンちゃん局です。はい、お、は、ん、い、ちゃん局で、あの報道部というところにおりまして。はいはい、ん普段はニュースをやってるんですね。えー、ですので、えー、あの、長沼。 の農家さんで、まあユニークな活動をされてる人がいるな。どんな人かなということで。うん、まあ会いに行ったっていうのが一番最初のきっかけです。うん、もう最初はね、本当に面白いことを言い出した農家さんたちだな。うんうん、えっと、まあ鶴は来るはずもないけれども。来るはずはないと思って,て。思ってましたよ。はい、あの。 日高山脈より向こう側にいる希少種だと思ってましたからあ<ー>あのさすがに札幌大都市札幌近郊には来ないだろうと思っていたんですけども、はい、でも、まあ、なんでこんなことを言い出したのかなどういう活動をするのかなっていうことは興味があってこれはこの人たちを、まあ、紹介したらニュースの特集ぐらいにはなるかもしれないなテレビマンと。して、ねはい こう編集祭が始まったとでもねあのその長沼の方たちはなんでそんなにこう単調にこだわったっていうか、うん、なぜ自然が豊かだっていう象徴のためと思ったんだろうか人口1万人過疎、うん、が進んでいる、はい、あの地域をどうするんだで14人のその呼び戻す会のメンバーも、うん、半分の方がね後継者いないんですんであの主人公の加藤さんっていう会長も後継者いないそんな中でその 地域にあのコミュニティの中心にある小学校舞鶴小学校ってあるんですけどもこれはもう100年以上続いた小学校なんですがこれが廃校になる、えー、どん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 生徒がいなくなって、えー、300人いた生徒が20人ぐらいになっちゃった、えー、で廃校になって町中の小学校と統、うんまあ、廃合になるっていうことが分かって、うんうん、地域から子どもたちいなくなると思った時に農家の皆さんが、まあ、いいふるさととして 思いい出に残ってほしどうやったら魅力あるふるさとになるだろうかって、うん、まあ皆さん集まっていろいろ考えて勉強会も開いた、はい、その時にそもそもここ何でもアイルって言うんだって<ー>でそのアイヌの絵菓子に聞いたら鶴いっぱいいたっていう話だぞとかっていろんなその情報をもらって、うん、じゃあここにもしタンチョウがいたら子供たちの自慢になるんじゃないかタンチョウも舞うような。 自然のいっぱいある、うん、あの地域よってね、行った方が。子供たちにとっては、いい思い出になるんじゃないかって、うん。って始めた。のが一つありますね、うんはい。最初はテレビの取材で行って。うん、まあ、町おこしの新しいアクションじゃないけれども。それは面白いなと、ああ、うん、舞鶴って、そういう意味だったんだっていうのに触れて。 そこをこう取材していくにあたってあこれはちょっと映画になるかもなななったたららいいなぐらいぐスタートでした最初だから鳥の好きなお父さんたちなのかなと思っていたんだけれども仲良くなるうちにその「いや鳥嫌いの俺たちが隊長呼ぶなんてね」って恐っと言ったんですよ。<ー>で「えっ?」て、うん、な何ですかそれ?」って「鳥嫌いなんですか?」って「ノーカッチのは大概鳥は嫌いだ」と。 あのねビニールハウスかければ糞を落としていくし、うん、種はこの全部ついばんじゃうし根はもう取っていくしだけど俺たちも基本的には鳥が嫌いだけれど今は鳥を呼ぶ側にいるっ,ってカラカラ笑ってるわけです。うん、でその理由を聞いた時に 映画にしたいなって思ったんですけれど、うん、いいですかここから長いですよ話、うん、はいじゃあちょっと映画にするところの話をね二、うん、つ目のキーワードででは続けて伺っていきたいと思います、はいはい、お話の続きは CM の後ですなるほどはいそれでは二つ目行きましょう二つ目こちらになりますじゃんじゃんテレビと映画はこんなに違うはいと、はいうことであのー、ずっとテレビをやってますけれども、うん、あの映画好きはもう 学生の頃からですし、うん、いつか映画できたらなあなんてうっすらと憧れみたいのはあるわけですよ、はい、テレビはねやっぱり、うん、あのここに単調「タンチョ戻ってきたらいいよね」あ「ああ帰ってきたよかった」っていう話で終わったんですけど、はい、実はねそんなきれいごとな話ではないわけです、うん、あの農家さんたちが取り嫌い、うん、要はその自然保護よりも開発が優先だって言っていた時代があるんですよ。 昭和56年にものすごいあの大雨が降って石狩川水系が大氾濫を起こし、うん、豊平川もものすごいあの水かさが増してですね五六水害っていう大きな水害これ500年に一度の水害って言われるぐらいの大雨が降った、うんうん、でその時にあそこの長沼の農家さんたちもあの水害の多い町ですからものすごい被害を被ったんですね。うんうん でそれでこの水害をなんとかしてくれ治水をやってくれっていうふうに言い出して、はい、で、えーうん、国は千歳川放水路計画っていうのを立てる、はいうん、千歳川って、うんあのね、四国,国から出てきて、はい、で石狩川と合流して日本海側にこう出てくるんですけどそれをね途中からねあの放水路掘って、はい、太平洋側に、はい 溢れた水流しちゃう,う。このあたり映画で詳しく出すごい面白い話です。はい、面白いって言ったらあれだけどね。はい、実際あった話ですよね。で、それをやるって国が掲げた。はい、で、農家さんたちは大賛成。うん、これでもついに水害から、うん、あの救われる長年苦労してきたけれども、ようやく大きな治水対策をやってくる。みんな賛成だった。はい、ところがこの太平洋が流すと。うん ビビ川とかかウトナイととても今でもね、はい、あの素敵な,自然,な自然豊かなところに影響を与えてしまう、はいうん、それから太平洋側の,の漁業者さんたちがそんな泥水流すんだったらね勘、うん、弁してくれる、うん、大反対が起きてる。うん、で国はあの治水をやる反対側の,その自然保護の皆さんと漁業者の皆さんとかがいってものすごい対立になって、はい、僕らは。 毎年そのニュースをずっと追っかけてあ<ー>あのどうなるこうなるってずっと取材を続けてうん、うん、20年近く経って、うん、白紙に戻るんですよ、うんね。やっぱり自然負荷が大きい計画だったから、うんまあ、白紙になって、まあ、当然かなみたいなことでうん、うん、メディアはそこでパタッと取材をやめる。はい、だけどそこに住んでる人たちって、はい、20年ずっと待たされて。 また白紙になっ、うん、でその代替案っていうのが遊水地計画っていうのが決まってそれが出来上がるのにまた20年かかって40年間ずーっとまあ塩漬けにされるわけですよ。でその人たちだって分かった、うん、話してるうちに。えー、あ,あの時手を挙げていたた農家さんちですか<ー>で、その放水路がでそのこっから。 太平洋に流すのよっていう場所が鶴地区だへた。はいえー、それが取材の途中で分かって、えー、あ僕ら20年間、はい、この人たちを取材してこなかった、うん、40年前のあの五六水害が結局どうなったかってちゃんと伝えてないっていう、うん、40年のね宿題をし負ったような気がして。うん、で、うん、これはちゃんと歴史長沼の歴史 っていうのをきちんと伝えないといけないなっていう報道の記者の視点でそれはちょっと使命じゃないか僕らやりっぱなしで今終わってんじゃないかと思ってかつてはタンチョウや鳥よりも米を作るためにきちんと治水やってくれって言ってた人たちがこの40年間ってどうしてこういうふうに考え方が変わったのかなっていうことも含めて。 しっかり伝えたい実際この映画はテレビと関係なく動かれたそうですもんね。そうなんですあのじゃあ映画にすると。映画にしまだしろうと。映画だろうと。ってこれは映画しかないと思ったわけですけど <laughs>、はい、あの全然映画ってどう作るか知らないわけですよで。テレビでいつもカメラ回してるからなんかイメージはできるんじゃないか。まあこれをねの伸ばせばいいのかなって。うんうん で、できたテレビ作品を、そのドキュメンタリー映画を流している映画館とかに持っていくわけですよ。はい、やるんだったら、シアター来ました。持って行った。うん、うん、これはテレビだね。うちではやりませんって言われ。ええー、そうなんですか。<う>ええー。で。<laughs> 最初ね。最初。はい、で、どうやったら。テレビじゃなくて、映画になるんですか。って聞いたら。<laughs> はい、あのー。まあ、編集を変えなさいとか。うん、それから、もっと大きい。 画角で広いサイズであのちゃんとお客さんに情報を与えてくださいみたいなことを言うわけですよ。えー、で、わ、わ悩んでいろいろ考えてここから先は私の持論なので映画やってる人から見るとお笑いかもしれませんけど沼田としてはこう思ったっていうことを言うとですね <laughs>、はい、例えば、うん、広い広い場所を僕ら あの紹介する時にね、うん、テレビで紹介する時は一番よくそこが見渡せるところを見つけて、うん、そこからあの10秒か15秒,15秒ぐらいでこうゆっくり見せながらね、うん、あの広大な景色が広がっておりますええ、ここは何県にあるどこどこええ、札幌ドーム何十個分です。というようなことを。はい コメントするーーするるはスーーパこれはあの短いそれは15秒かそこらぐらいで伝わるので、はい、テレビとしては普通の手法ですいいとか悪いとかじゃなくて僕らはそのロケンって言いますかねその一番見渡しのいいところはどこだろうってまあそこを探すわけですは、うん、ここ広いあ,あここ綺麗だね、うん、あっこっからやろうか、うん、って思う瞬間があるでしょ。はい 多分、今自分が思ったこのは「は広い綺麗だね」っていうのを一緒に映画を見てる人も追体験できるようなこうつなぎ方を伝え方ができるといいんじゃないかなってちょっと思ったわけです、うんうん、見てる人が「あ車走ってる」あ「あ雪雪残ってる」あ「鳥の声聞こえる」って、うん、僕らがそこに立った時と同じ環境を揃えたら。うんうん そこがね、札幌ドーム何個分とか思わないわけですよ。で一生懸命こうやって絵を見ながら<ー>自分の経験と照らし合わせて、うん、そこの情報を自分なりに解釈できたら、うん、そこにいるかのような気持ちになるんじゃないですかすると取るべきものはこの拾え、うん、意味なんとなく分かった。 このこの絵が広いってわかるためには、はい、それまで狭い絵をずっと見せておかなきゃいけないけああそこに行き着くまでの映像も必要になってくる、うん、そそそ竹やぶこいでね、はい、笹やぶこいであのこんな視界の悪い森を抜けたらわーっと広がりましたと、ね、<ー>これ一連で見たら、はい、わーってなるでしょであっこういうのの連続がもしかしたら映画かな一緒に僕らがあの 味わった経験を一緒に追っかけてもらうっていうのが映画だとすればいいのかなと思って「やった掴んだぞ」とさあじゃあ映画にするかってそこで旗と気付くわけですよ。うんはい 道中なんか撮ってないわけですよ撮ってないそっからあとはだんだんと映画も意識した撮影もするようになりましたね、うん、あのあこうかって分かった時が出来上がりみたいなねちゃんと、うん、あの映画はリミットがありますからね<う>制作評価でもかかる話でもありますしもう一回最初からやるな <laughs> 全然違ったいや素敵な映画でしたよそうですか、ありがとうございます本当に素敵でしたありがとうございます、えー、ということで、えで映画というのはあの撮って終わりじゃありませんこれから先のお話がありますので、はいえー、そこも含めて三つ目のキーワード伺ってまいります三、はい、つ目こちらになりますじゃーん,じゃーんアクションを起こせるかどうかですはい。あ,<ー> <laughs> あの私、今日もう一つご紹介したいのが沼田監督は現役のテレビマンでありながらテレビの仕事と同時並行で 映画も撮っったよっていう人でであるんですけれどももう一つ気象予報士でもいらっしゃる私テレビの業界の人から聞きましたよあの沼田さんってテレビの人なのにね気象予報士の資格とすっごい早く撮ったすごくね変わった変わったってうのあのすごい努力の人なんだよって <laughs> 関東以北 <laughs> 最初でしたね最初なんですってね、はい、業界でもすごい話題になったんだよってっでその気象予報士のお勉強はやっぱり今回ね自然相手の撮影ですので、はい、どうですか役に立ちましたか えーとね、雨の話しなきゃいけないのに、えー、雨の映像がない。うん、これは雨取りに行かなきゃいけない。<ー>で、いつい,、はい、いつ行けるんだと。はい、それを気象予報で見て <laughs> まあ<に>一応ね、一応調べて。<laughs> あ何日来るねみたいな、うん。しかもねあの。<laughs> 弱い長い雨が欲しかったり強いスコールみたいなのが欲しかったり <laughs> あるわけですよ。とかレーダーを見ながらですね <laughs>、えー、今行ったら取れるのかこの,この雨雲来るのかとかね<ー>ただそれは多少その気象予報士的な。 こともちょっと役っったかももししれないし、うん、もっと言うと、うん、水害の歴史をきちんと描きたいとか、うんはい、農家さんも同じ考えですけど、うん、ここ最近のその気温の変動とか、うん、季節のずれとか、うん、あの極端な気象現象とかって長沼でもすごくあってね、はいはい、でこれはちょっと、まあ、異常気象って簡単にくくってしゃべっちゃいますけれどもそういうことがその。 毎日土をを見見てて農作物るる人もおっしゃるわけですよ、うん、そういうこともやっぱり背景に描きたいなっていうこともありましたのでうん、うん、そんなことはちょっと掛け算であの作品には影響しててるかなっっちょっと思います、うんうん、自然が残ったらいいな、えー、誰かが整えてくれたらいいなってどうしてもそう思いがちで自分で何かやりたくてもなかなか何をやったらいいかわかんない。はい でも長沼の農家さんたちってまあ6070本当に年配の皆さんがものすごいことをやったわけですよ、はいはい、実際動いたってことです実際呼ぶってやって,って、ね、自分たちの農,法農業のやり方を変えたり、うん、パトロールをしたり、うん、ただ彼らが言うには「いや俺たちはできることをやってるだけだ」うん、と言って。 あとはつる任せだしっていう <laughs>、ね、そんな中でもなんか地域のために一生懸命アクション起こしそれがね、はい、一番大事かなって思っていて、うん、映画見た人はなんか自分の周りにどんな生き物がいいのかな彼らのために何ができるかなって思って自分のやれることを自分の身の回りの中でこうやれればいいのか。はい、映画見て ちょっと背中を押してもらうようなねあこれでいいんだって、うん、いうふうに思ってくれたらいいなっていうのが一番あるんです。うん、で野生生と人間の共生っていうのがあのテーマですから、はい、次は見た皆さんの番ですよっていうのがちょっと、はい、あるんです。というのがちょっかあるかです。はい、今日の放送を見てあのこの映画ぜひ見てみたいなうちの地域で上映したいっていう場合はどうするといいですか、はいはいあの HTV 北海道テレビ放送ですけれども、はい、あの視聴者応答という窓口がありますからそこにあのいや映画をね、はい、見たいぜひあのどこどこで上映したいんだけれどっていう相談を、はいね、ご相談いただければ、はい、私の方に届くと思いますのでぜひご相談ください本当に素敵な映画ですのでねぜひご覧いただきたいと思います。はい はい、ということで今日のゲストは映画奇跡の子監督の沼田博光さんでしたありがとうございましたありがとうございましたさようならありがとうございました